三陰道は五気七道の一つ。本州日本海側の西部の行政区分及び道省を通る幹線道路を指す。三陰道は背面道とも呼ばれた。両政国一覧三陰道三陰道五気七道の一つで本州日本海側の西部を指す。機内の西に伸びており、現在の北近畿から島根県までに相当する。 街頭国一覧律令時代の山陰道は、紀内と山陰道諸国の国府を結ぶ環道であり、七道の中で工事とされた。江戸時代になると、新たに山陰街道が設置された。これは古代山陰道と異なるルートとなり、京から丹波を通過し、巣王国に至る街道であった。現在では、国道9号が、ほぼ律令時代の山陰道を継承しているが、 路線はいくつか異なる。国道9号は、マスダから先は、ハゲを経由するルートではなく、山口線に沿って、ツアーの山口を経由するルートとなっている。これは、近世の街道に由来する。ただし、鉄道における、山陰本線は、ほぼ、日本海側に沿って付設されており、ハゲを経由するルートとなっている。また、現在においては、山陰自動車道の略称として、 山陰道の故障が使われることもある。山陰街道、または山陰道国道372号古代、山陰道のコースについて実は、はっきりしない。平安京羅城門を起点として、大縄手を採行して、桂川を横断、柏原、大枝、王子に立って丹波に入る。ここより不動402号線のコースを通って、国道372号沿いに、 天引峠を越えて、篠山盆地に入る。その後、正確なルートは判明していないが、国道176号のコースを通って、丹後国府に入り、さらに国道482号線コースに、田島国府に抜けるのではないかと推測されている。ただし、上記のコースの場合、丹波国府に入れないことから、以前は、どこからか大井川を越え、亀岡市河原の尻町を抜け、 丹波国府、この後、府道73号線に、千代川経由、宮川で、国道372号コースになるという説もある。ありがとうございます。